前回大会固いディフェンスを誇る東福岡が圧倒的な強さで優勝。7度目の頂点に立ちました。今大会も優勝候補筆頭と言われるその力を確かめるため、大谷亮平が東福岡を訪れた。いやー、この雨の中でも元気にやってますね。はじめまして、大谷です。監督の藤田です。よろしくお願いします。こんなとこまで雨になった藤田雄一郎監督、東福岡を率いて11年目、監督として3度花園を制覇。しかしもがき苦しんだ10年間でもあった。実は前回大会優勝するまで5大会連続準決勝で涙を飲んでいた。もう本当もう監督辞めようと思ってたんですね、去年おととしの。もう僕じゃ勝てないと。どん底から藤田監督が選んだのはチームの改革。2年前から怪我防止のため選手一人一人に GPS をつけ、リアルタイムで運動量や心拍数を把握。危険な状況になれば練習を中断させる。徹底した管理の中、ひとたび練習が始まれば圧倒的な運動量だ。4つのパートに分かれ、集中力を保ったまま練習は続く。インターバルにはすぐにエネルギーになる糖質を補給する。練習のテンポがめっちゃ早いですよ。そのワンセット終わったら次のチームがパッて入ってきたり、その間が開かないんですよね。高校生でここまで体作ってくるの。大谷が言うように短い練習時間を最大限活用するため、スケジュールは秒刻みで管理。この練習が2時間続く。相当追い込んでるけど大丈夫ありがとう、頑張って。彼こそ東福岡のキーマン、ナンバー8の高平恭介キャプテン。前回大会にも出場、勝つことを知る男だ。連覇を目指せる唯一のチーム東福岡。今年のチームは偉大な先輩から何を引き継いだのか。大谷が聞いた。3年生が引退してから新チームになった時に、こう僕たちの新人戦に向けて、あの優勝した3年生がこの試合の相手とかになってくださって、そこで本当にこう日本一のフィジカルだったり、そういうのを経験させてもらったことは、今とても大きかったかなって感じてます。体をぶつけて分かったこと、もっと強く、もっと速く。この1年先輩たちの 1.5 倍の距離を走った。先輩譲りの固いディフェンスに加え、自在の攻撃を手に入れた。決戦前日、東福岡は神戸にあるグラウンドで軽めに汗を流した。ここまで負担がかかりすぎないようメンバーを入れ替えながら勝ち上がってきた東福岡。決勝への準備に抜かりはない。決戦を控えた高平主将に大谷亮平が直撃した。問いに対してどうやってやろうみたいな。1対1の部分で負けないこと、そこで勝ってくればそのもう結果もおのずとついてくると思うので、まずは全員が東福岡の代表として60分間体を張り続けること、それを徹底してやっていきたいなと思ってます。このグリーンジャージ着てできる最後の試合ということで、もう最後の試合だからこそしっかり楽しんでやっていければいいかなと思ってます。神奈川県横浜市から4回目の頂点を狙う桐蔭学園。日本を熱狂させたラグビーワールドカップでも主力選手が輩出。花園では圧倒的な強さでここまで駒を進めてきた。その姿はまさに東の横綱。こんにちは。そんなチームの強さの秘密に広瀬が迫る。それじゃあ声出してや
少なくともね、なんか何気なく選手が練習のコーンやったりとかボールきれいにしたりとか、次の練習やるときにねパッと練習できるっていうのもあると思うんで。強豪校の練習の中で広瀬が見つけた強さの秘密、それは意外にも地味なこの基礎練習。こういうまあ何気ない練習ですけど、ちゃんとハンズアップして手で取って、いいキャッチしないといいパスもできないし、いいランニングもできない。どの選手がフォワードなのか、どの選手がバックスなのかで、そこまで分かんないぐらい、フォワードの選手のこうキャッチ能力とかパススキルも高いっていうのが、まあ、こういうところがね、当院の強みなのかもしれないですね。基礎的なパス練習や、どこに転がるか分からない楕円球のハンドリング練習など、基礎の徹底が生むスキルの高さが東の横綱と言われる強さのゆえん。そんな桐蔭学園、強さの秘密がもう一つあった。それは2022年の神奈川予選決勝、7大会連続で花園出場していた桐蔭学園だったが、大会後、この試合に出場した9人を中心に、新チームは新たなスローガンを掲げた。それは、徹する。去年の負けでした相模との試合で、自分たちが前日のミーティングに決めたことを一試合通してやり抜くことができなかったし、まあ、そういう自分たちの弱さだったり甘さっていうのを今年はなくそうっていう意味で、一つのことに徹して最後までやり抜こうっていうふうに決めました。この1年間徹してきたことっていうと、関係者に挨拶だとか荷物の並べ方だったり、そういう私生活のところが最後規律を乱してしまうところでもあると思うので、まずはその私生活を1年間徹底してやろうというふうに話しました。敗戦から這い上がってきた底力も桐蔭学園の強み。そんな彼らが目指すものはただ一つ。目標はどんな感じなの？もちろん日本一です。あ、楽しみ。広瀬が再び向かったのは桐蔭学園の前日練習。みんなどんな気持ちなんかな、気になるな。前回王者東福岡との大一番に向け、ディフェンスやアタックの入念なチェックを行う桐蔭学園。チームの連携などおよそ2時間、最後の確認を行った。まあ、東福岡のアタックがまあいいんでしょうね。なんかディフェンスの練習が確認が多かったなという、そんな印象を受けましたね。東福岡に挑戦するという立場ですけど、どうですか？まあ、ディフェンスももちろん頑張るんですけど、それでもやっぱりアタックの力がすごいんで、自分たちも負けないぐらい点を取りたいと思ってます。意気込みを聞かせてもらえたらと思います。11月20日からこのチームが始まって、あと一つのところまで来たので、絶対に勝って帰りたいと思います。